皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。当チャンネルは釣り車中泊や DIY 関連の動画を中心にアップさせてもらっています。よければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回は久しぶりに釣り車中泊がしたくて小浜方面に行ってきました。計画では漁港で小アジを釣って、その足でアオリを野縁で狙いに行って、釣れればよし、釣れなければ翌日に再チャレンジのつもりでした。合わせて前回アジカンクーラーでアジが全滅だったので、そのあたりの検証も合わせて実施するつもりでした。オバマの餌やマーメイド釣り具店で談笑していると、大島でカマスが良かったよと店長が言うもんですから、小アジを狙いつつカマスも狙おうかなと少し方向転換。仕掛けも何もないんですが、エブリを探ってみるとなんとかなりそうなので、キビナゴだけ買って大島に向かいました。オバマ進行ではいいアジやサヨリが昼間に釣れているようですよ。ちょうど一緒になった常連さんにクーラーを見させてもらいました。ただしこれはもらったんだそうです。で、現地到着18時、なんとかなると言った手前、なんとかカマスの顔は見たいもんです。ちょうど太軸の 2g ジグタンがあったので、これでやってみようと思います。タックルも積みっぱなしのコンパクトロッド PE15 を巻いたフリームス2000番でスタートです。こういうロッドじゃないんですけど、味が寄ってくるな。味が寄ってきますね。味か、キビナをつけてみようか。おるで、カマス。カマスいそうやな。餌に変えてみよう。キビナゴを買ってきたんで、キビナゴをちょっとつけてみましょう。お、かじられてるやん。カマスおるやん、これで。おるやん。ホールよく当ててる。すみませんでした、釣れませんでした。ちょっと竿が硬くて当たりが分かりませんでした。ライントラブルしてからは浮きでもやってみましたが、カマスを釣ることはできませんでした。明日のために小アジは20匹ほど釣れたので、お風呂に入って車中飯にしようと思います。はい、皆さん改めましてこんばんは。久しぶりに車中泊に来ました。釣りの車中泊が久しぶりで、今日は車中泊をメインに一応考えてたので、釣りの方はまあカマスを一応狙って、一応明日野縁をやろうかなっていうことで、餌としてやる小アジを20役ぐらい確保して、今お風呂浜の湯入ってで休憩してます。で、今足元に給水、ご飯の給水してるんで、今からまたおなじみの小浜の道の駅の方行って車中泊したいなって思ってます。小浜に来た時、いつもお世話になってる浜の湯で汗を流して小浜の道の駅にやってきました。今日は11月25日、時間は23時、気温はまだそれほど寒くない12度です。それでは炊飯をしながら、この前作ったまな板で野菜を切ってみます。はい、今日はこれを使います。野菜を切っててふと思ったんですが、キッチンシートを引くならテーブルの上のまんまでも良かったんじゃないかなと思いました。今日のおかずはこちら、大阪王将の豚ニラ炒めです。具材は豚肉、もやし、ニラ。ニラだけを5センチほどカットして、豚肉を炒めて野菜を入れて
火が通ったらタレを入れて再び炒めるだけです。これはかなり美味しいです。簡単だし短時間でできるし、フライパン一つでできます。ご飯にも合うし、これはとてもおすすめです。実はこの王将シリーズ、他にもカニ玉、餃子とありますが、この豚ニラ炒めがおすすめです。今日の映画は UMA レイクプラシッドファイナルです。巨大割の話ですが、あまりにチープで突っ込みどころが満載です。ということで、半分見たところで眠気がやってきました。寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。26日土曜日朝7時。天気は薄曇りです。朝ごはんを作りに海沿いを走って、野苑ポイントを見て回ったんですが、ちょうどエギングの方が移動したので、その後のポイントに入ることができました。ですので朝ごはんは昨日買ったチョコロールケーキで済ませました。野苑を入れております。ちょっとバッテリーの替えを持ってくるの忘れたんで、ちょっと直接これつないで手で持ってやってるんで、多分ヒットシーンしか多分撮れないと思います。まああればですけどね。朝アジを見てみたんですが、今回は元気に泳いでいます。やっぱり前回は電源を切ってしまったのかもしれません。まずは一安心です。一発目来た感じですね。今何時？9時17分。これは来た感じやな。19分、ちょっと一回聞いてみようかな。さっきのも当たりっぽかったんけどな。うん？魚やなこれ。魚やな。予想通り予想通りやん。築城予想通りのエソやん。もう、で、野猿の釣果ですが、3回あたりはあったんですが、2度はエソ、1度はイカですが、藻に入ってバラしてしまいました。12時半まで頑張りましたが、当たりが遠のいたのでノーカンとしました。では少し移動して海がきれいに見えるポイントで、昼ご飯に朝ご飯の予定だったふわとろキャベツのリベンジをやってみようと思います。前回はスクランブルエッグになってしまいましたが、家では成功したんですが、今回はうまくいくでしょうか。まずはコーヒーを飲もうと思います。昨晩小浜で湧き水を汲んできました。小浜は湧き水が結構あるんです。有名なところは瓜割の滝ですが、
今回は小浜の漁港近くにある雲上水を汲んできました。24時間流れていますので、いつでも汲めます。結構水量もあるので、ペットボトルもあっという間にいっぱいになります。ここ雲上水ですが、なんとすぐ裏は海になっています。すぐ裏に海があっても水はちっともしょっぱくないのがすごく不思議な感じがします。1年を通してだいたい13度ぐらいです。皆さんもぜひ一度汲んでみてください。ではキャベツを刻んで炒めます。パンは一応ホットサンドで焼いて温めました。それでは卵をやってみます。あれ、ジュって言わん。やばい。これはちょっとやばいんちゃう。このフライパンがあかんのんちゃうんか。こんな感じで回してたのに、なんで木べらがええのやっぱり。どうもうまく巻けませんね。フライパンが原因でしょうかね。どうもこびりつくんです。もっと油多めならなんとかなるのかもしれません。とはいえ車窓からの景色といい感じに絵になっています。見た目はどうあれ、味は多分一緒でとても美味しかったです。これで勘弁してください。頑張ってみたんですが、どうでしょう。ちょっと違うな、俺のとは違うな。食べてみましょうか。この角度がまだマシ、マシっぽく見える。俺のとは違うな。このコーヒー美味しい。多分味は一緒、うん、ということで久しぶりの釣り車中泊を楽しみました。釣りの結果はイマイチでしたが、いい週末になりました。それではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。